日をまたいでまたいろいろ届きましたので紹介していきます。まず1個目、マスキングを入れる用の箱ですね。自分で好きなように仕切りが変えられるタイプっぽいけど、結構なんかガタガタするな。もうちょっと作りが良かったら嬉しかったな。机にカフェで買ったマスキングテープ、全然使ってないドラクエの、渋谷のタワレコのスプラトゥーン店で買ったやつ。あとはいろいろ、縦の方がいい、ギリギリのやつもある。よく使うやつはこの中に入れっぱなしにしとこうかな。そう、この間なんか結構マスキング持ってるなと思って買ってみたんでした。マスキングを収納するやつは他に動画出そうかな。次にクリーム色の修正テープを買ってみました。同じ、あ、プラスだから同じメーカーかな。なんかそう、気づいたら私めっちゃ修正テープ持ってたんだよねいつも使ってる修正テープ、白いのがこれで、今回買ったのがこれなんだけど、おお、伝わるかな？上が白で下がクリーム色なんだけど、クリーム色のこの手帳のリフィルだと、白だとちょっと目立つんですよ。それを目立たないクリーム色で修正しようかっていう話で、その今まで使ってた白いやつよりも3分の2ぐらいの細さですね。2.5 ミリって書いてある。これは想像以上にいいですね。なんかさ、最初お気に入りのペンを入れるだけだったはずなのに、いつの間にかすごいいっぱいなんだけど、どういうことどういうことなんだろうか。で、次、パイロットのジュースアップっていう 0.4 ミリの超極細パステル6色セットというのを買ってみました。これもなんか、おすすめだよ、好きだよって紹介されてる方がいて、気になって買ってみたんですけど、試し書きした仕上がりはこんな感じになってます。かわいい、結構かわいいですね。書きやすさはハイテックと似たような感じかもしれないけど、ハイテックと違ってノック式なんで、蓋を外す手間とかないのはいいかもね。で、これ色がさ、ピンク、紫、水色、グリーン、だいだい色、一番右が黒かと思ったら白なんですよね。ちょっとやってみよっかな。黒いマスキングテープに書いてみました。上が今回のジュースアップで、下がジグノで書いてみた。結構ね、太さ違う、使えるかも。こういうのってまとまってこういうケースに入ってるから可愛いよね。どうしよっかな。でもケースに入れてると使うときちょっとだけね不便なんだけど、開けるときはワクワクするよね。で、さっき紹介したさ、このマスキングテープブックがあるじゃないですか。これ、想像以上に良かったんで、はがきサイズになるんですけど、これも買ってみました。これはなんか英語がなかったんですよね。マーチ柄です。楽しげな感じのやつ。かわいいなぁ。いや、見るだけでかわいい。次にね、おとぎの国の花と動物たち100枚レターブックっていうのを買ってみました。これはね、衝動買いというか、可愛いと思って。見てこれ。超可愛くない？人に手紙なんて書かないけど。でも、これ見てるだけで幸せだなぁと思って。額縁に入れて飾ったり、普通に壁に貼ったりしても可愛いよね。なんだこの可愛さは可愛すぎんか。でね、これも衝動買いというか、スタイル別配色アイディアブック。これ何かっちゅうとね、あの色見本っていうんですかね、配色系の、こういうの可愛いよねっていう配色系の本なんですけど、これ見てるだけで可愛いと思って。あとね、私ね、配色センスがなさすぎるんですよ。そう、動画とかの字幕とかの色とかもいつもセンスないなと思いながらつけててそういうのにもね、活かしたらいいなと思って買ってみました。なんか奥が深いね、色の世界って。ほんとなんかモノクロ系
の仕事をやってるとカラーに全然疎くって、いいなぁ、かわいい、めっちゃかわいい。こういうのをね、ちょっと癒されたい時に眺めるのもいいなと思って買ってみました。こんなにカラフルなのに2000円なんだ。そしてね、シールの沼は続くんですよ。丸とかのシールですね。パステルカラーというか、手帳に使おうかなと思って、空いたところにね、ペタペタ貼ったりとかしようかな。かわいい。ひたすらにかわいいですね。で、こういうのがさ、めっちゃ増えてきたからさ、そろそろなんかこう、シールを入れたりするような、なんか、考えたいボックスかなんか。え、どうしたらいいんだろう。収納のやり方に困る。いや、本当に文房具って沼だなぁと思いました。もしかしたら最近さやかさん、物を買いすぎなんじゃないって思う方いらっしゃるかと思うんですけど、私は動画にしなかった時でもこんな感じでした。昔からこうですね、なんか好きなものに糸目をつけないというか、交際費とか交通費とか、外に出ないんで、その分なんか、あんまりお金を使う機会がないんですよね。だから自分のこういう好きなことにたくさんお金を使うことができるっていう生活スタイルの人です。そう、なんか自分のために生きてます。うん、この辺の収納もなんとか考えたいですね。はい、いや最近またいろいろ文房具を変えてめっちゃ楽しかったです。これをね、買ったっきりにせず眺めたり使ったり、いろいろ人生楽しんでいこうかなと思います。最近座ってるさ、窓側に置いてるテーブルに座ってるとさ、やっぱりこの1個の LED ライトじゃ暗いので、今さ、あのカメラにつけてる照明があるから明るいんですけど、明るすぎるんですよね、ぶっちゃけ照明なんで。で、あの天井にLED ライトつけようかなって思いながら検索してたら、結局デスクライトを買ったっていうオチなんですけど、ちょっと面白そうだし可愛かったので買ってみました。多機能デスクライト、じゃん、よいしょ。マイクロ USB 端子のコードがついてきて、そしてよっ、あ、意外と、あ、柔らか。あ、想像以上に柔らかかった。そう、なんかこん中にしまって直せるよみたいな感じらしいんだけど。でね、ここにね、ペン立てなんだって。で、このね、先端がね、丸いのよ。で、丸いから、ここにフック引っ掛けて壁につけられるっていう展示の仕方の写真は面白いと思って。よく考えるね。電源ここなんだ。明るさって変えられないのかな、そこの気にしてなかったな。でね、このカップのところのここにね、くぼみがありまして、これを使ってね、スマホスタンドにもできるらしい。よう考えてんね。なんか面白いと思って。やっとこれを使う時が来たのかもしれない。リンくんの USB につなげるアダプター、これをつなげる。そして後ろもつなげる。あ、ついもうついてた。あ、なるほど。普通について暖色系になってハイパー明るくて消える。なるほどね。あのカメラの照明切ってみてもいい？よいしょ。うお、すごい暗くなった。これ普段の明るさなの？このこれだけね。これだけの明るさで、あ、いいんじゃない、両側から。うん、かわいいしいいと思う。なんか今日朝からさ、雪降ってんのになぜか自分のさ、部屋の窓の水拭きをして手がすげえカサカサ。お花が大変なことになってるぜ。よし、ちょっと机の上かたそう。朝の手帳時間を作るために。
画角で撮るとやっぱり電球見えないんだよな。いやまあ見えても困るけどね。これを入れよう。あ、そうだ、お花がね、ちょっと落下物の衝撃があったのか。あ、折れてんじゃない、これ折れてるかもかも。ごめん。あ、これもアウトだわ。あー、申し訳ない。でさ、このちっちゃい花めっちゃ取れる。でもさ、消しゴムってどうしたらいいんだろうね。みんなどうしてる？こん中入れていい？これ何入れようと思って買ったトレーなんだろう。これ多分100均。よし、手帳時間しよう。というわけで、ここまで見てくださってありがとうございました。またねー。